ジョーダン・ルー・クローズは、イングランド・オールダム出身のサッカー選手。ポジションは FW。ハダース・フィールド・タウン FC 所属。バーンズリー FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2005年に、リップスウィッチ・タウン FC に移籍し、2006年にトップチームに昇格した。2007から08シーズンに、バーンズリー FC 戦でプロデビューを果たした。2008年4月。 カーディフシティ FC 戦でプロ初ゴールを記録した。その後複数のクラブにレンタルで移籍した後の2009年7月31日、ハダースフィールドタウン FC に4年契約で移籍した。8月8日、サウスエンドユナイテッド FC 戦で移籍後リーグ戦初、出場し、ゴールを記録した。2012年8月、ブラックバンド・オーバーズ FC へ完全移籍。2016年2月、 ミドルズブラ FC に4年契約で完全一席。2017年7月、2月から期限付き移籍していた、シェフィールドウェンズデー FC に完全一席。2021年5月21日、ハダースフィールドタウン FC に3年契約で復帰することが発表された。スコットランド代表としてキプロス代表戦でデビューを果たした。 2012年8月15日のオーストラリアとの親善試合で代表初得点を記録。ありがとうございます。